JS ヤマト。はい、どうもこんにちは、プレスハロワです。ってことで今回もモダンウォーシップやっていくんですけど、自分思ったんよ、あのプレゼント企画に応募した人たち、今現在あの57名いるんですけど、そのうち一部の方でなんかあれ応募しようと思ったら YouTube 側のスパムであの削除されちゃって、もう諦めようっていう人たちが複数名いるんよね。うん、何回も応募してもさ、削除されちゃうもん。やもんでさ、あの諦めてる人たちにあの申し訳ないなと思って、やっぱりね、チャンスがあるならね、しっかりねあの掴んでもらいたいなって思っているので、この度あの概要欄にあのプレゼント企画開催中って書いてある動画のコメント欄なら、あのどこにもねあの応募してもいいっていう風にね、あのシステムを変更していきたいのでね、あの諦めてしまった方、あの戻ってきてください。そしてまああれ、あの高評価されているあのコメントっていうか応募はね、あのもうすでに応募完了なので、あの2回目はあの応募しないでください。はい、よろしくお願いします。ってことで今回はね、あの JS ヤマトを使っていきたいと思います。はい、現在ね、あのマーケットでねめちゃくちゃねあの安くなっててね、ここ最近ねあの購入を検討している人たちがたくさんいそうなのでね、あの紹介したいと思います。なんと 13,000 アートコインぐらいでね、あの買えて超格安です。ってことで、あの JS ヤマトを紹介していきたいと思います。耐久性が 526,500 で、速度が18ノット、うん、戦艦にしては速いですね。でまあ操縦性とかレーダーとか、ソナーは普通ですね。でまあミサイルは固定の12式海、そして94式四方海、そしてマーク45、そしてまあグレランは新型アスロックで、ヘリは CH1 で、その他固定の自動艦砲と防空と防空で、そしてあのこちらあの限定迷彩になります。JS ヤマトを買った方はね、ぜひこちらのあの購入の検討もよろしくお願いします。めちゃくちゃかっこいいでしょう。もう雷出ているのがめちゃくちゃかっこいいよね。ってことで早速 JS ヤマトでやっていきたいと思います。ってことでレッツゴー。さてまず一戦目やっていきましょう。さてこれは左から行こうかな。でまああの JS ヤマトはね、本当に現環境でもねあのいける戦艦なのでね、あのぜひ買ってみてください。ミサイルの火力はねあの結構あるし、弾速も速いです。で主砲ね、あの主砲めちゃくちゃ威力出ます。でまあ副砲も一応ありますね。副砲もまあまあダメージ出ます。でグレランあるんですよね。うん、戦艦は基本グレランないパターンが多いんですけど、こいつはねあの2枠あるのでね、あの自衛のためにねあのグレランを使うことができます。ただし潜水艦をやるにはちょっときついかなって思います。であとヘリですね。これらをねあの組み合わせることによってね、あの最強のねあの編成が完成します。ってことで早速やっていきましょう。じゃあ早速 CH1 で索敵しましょうか。まず敵がどこにおるかやね。あ、そっちにいるのか。こっち来てくれないかな。さてそっから半蔵見えたのでミサイルを撃っていきます。これがあの固定ミサイルです。ズドン、いいね。弾速も速いのでね、結構ね使いやすいんですよね。これちょっと後ろ下がろうかな。さて艦砲撃って、ミサイル撃って、はいはいはい、いいね、当たってる当たってる、いいねいいね。この距離でも十分戦えるのがイージスヤマトなんですよね。さてちょっと U ターンし始めているので、もう一発当てましょう。ほいからのグレランです。ほい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 。でまあ艦砲を撃って、ミサイル撃って、でもう一回艦砲を撃つと、でグレラン撃つと、で主砲をぶち当てて、大ダメージを出していく。いいね、はいはいはい、これがイージスヤマトなんですよ。強くないですか。本当めちゃくちゃ強いと思います、本当に。さてイサコフやっていく。で次そこに敵がいるので、そこに艦砲をぶち当てていくんですけど、ちょっと遠いな。まっすぐになったタイミングで艦砲を撃っていく。さてこれ当たるかどうかな。あー、ちょっとだけ当たったか。んけどちょっとじゃ物足りないんだよな。これちょっと前詰めましょうか。
さてそっちに電配が出てきたので副砲を撃って倒していきます。いいね、このままもう詰めちゃって倒していこうか。さてそっから敵が出てきたので艦砲を撃っていく。はい、素晴らしい火力、強いね、ほんと強すぎるイージスヤバト本当に強すぎるわ。はい、やっていく。さてどんどん出てきた、次ナヒモフ。さてナヒモフに艦砲ぶつけてズドン、素晴らしいイージスヤバト本当に強いですね。これがあの次世代のあのヤマトっていう感じですね。さてもう一回艦砲ズドンさてあと潜水艦ですね。潜水艦をやったら勝ちっていう感じですかね。さて CH1 でクリアリングしたら、ベルコロドがそこにいたのであの CH1 でねちょっと攻撃していきたいと思います。ほい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 。 CH1 のミサイルはねちょんちょん撃ちがねあのいいんですよね。うん、ちょんちょん撃ちをするとね結構精度良くなるんですよ。はいはいはい。で CH1 でボコってなんか艦なんか自分のヤマトがめちゃくちゃいいところにいるもんで艦砲をぶつけていく、素晴らしいでこのままベルコロドやっていきましょうか。あーベルコロド、ベルコロドはあのめちゃくちゃあの頑張ってあの、うん、攻撃しようとしに来ているけどもう遅いよ。ガイズドーン、はい、ありがとうございます強すぎ、180万ダメージに生きるってことで、次の試合やっていきましょう。さて2試合目やっていきましょう。これどうしようかな、正面から火力でゴリ押すかってことでやっていきましょう。 CH1 ねあの、うん、このねあのマシンガンとミサイルなんですけどずっと撃ち続けていると、まあ、こんな感じであの両方ともねあのすぐに精度悪くなってしまうので基本ねあのちょんちょん撃ちがいいです。なのでここら辺からここら辺からまあちょんちょん打ちでねあのやるとね簡単にヘリ倒すの、ちょん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 って。で今精度悪くなったのであの弾決まらなくてちょっとだけ残っちゃいましたよね。でもまあこうやってちょんちょんってやるだけでまあ簡単にヘリを倒せるっていう感じですね。でこれちょっと母艦戻ろうか、母艦戻ってそこにイサコフがいるもんでイサコフに対してミサイル撃ってからの艦砲をぶち当てていく。はい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 、素晴らしい素晴らしい強いな本当、うん、強すぎる。はい、イサコフまずやっていく。でこれもう前詰めちゃおうか、もう味方がねあのもうゴリゴリに突っ込んでるのでねあの自分もゴリゴリに突っ込んでもらいましょう。てか何気にこれ2人戦隊だな、これ2人戦隊なのでまあ2人組で動いていると思うので自分はあのそこにいるあのもう1人の敵をねあのやりに行きたいと思います。そっちはちょっと任せようかな。さてなんかソードシップ見えたのでついでにミサイル撃っちゃいましょう。でこれモスクはこれ動いてないからこれ艦砲当てられるな、うん、じゃ あの当てましょう。はい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 、はい、素晴らしい強いね、この距離でもしっかりねあの手法当たるのがマジで強いです。さてと空母を見つけたので空母に対して攻撃していきたいと思います。まずミサイル撃ってで艦砲をぶちまけていく。さて当たりますね、いいですねいいですね、いいね、やっぱ火力出るね伊地山は、強い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 、味方も強い。さて一瞬で空母をやりました。であと潜水艦なんですけど潜水艦は確かあのここら辺にいるんですよね。なのでこれ引き返しましょうか。あーいた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 、自分を犠牲にしてちょっと味方を守りたいと思います。さてここで防空検証ですね。はい、めっちゃミサイル落としてる、はい落としてる、いいね防空はやっぱりねヤマト鬼なんすわ、ほんと防空はほんまに強すぎる。 X51 も当てられなかったりするしね。はい、あの一瞬でミサイル落とされてます。さて浮き上がってきた、3、2、1ファイトはい一瞬でやられた、ありがとうございます、強すぎる。ってことでラストもう一試合やっていきましょう。
さて3試合目もアイスランド初動でやっていきたいと思います。これ味方と動きたいね。左から行こっかな。左から火力で沈めるのもありなんだけど、まずちょっとあの空母からのちょっと索敵をちょっと待ちましょうか。さて早速ベシティが見えるので、早速ミサイル攻撃していきましょう。この距離艦砲当てられないな。さすがに遠すぎる気がする。ああ、しっかりあの爆撃であの消してくれるのいいですね。さてとりあえず偏差打ちでちょっと艦砲撃ってみるんですけど、多分当たらないと思う。当たらないよね。そうだよね。でめちゃくちゃ集中攻撃されているのでチャフを立てます。で左潜水艦がいるっていうことが分かったので、これはあのもうちょっと前に出てちょっと右の敵をあの中心にやっていきたいなと思います。痛いね。じゃあ自分たちは右の敵を中心にやっていきましょうか。さて出てくる、出てきた。でミサイル撃ちます。でこれ下がると予測して後ろに撃つ。はい、当たってますね。素晴らしい。めちゃくちゃ当たってる。さてグレランもいろいろ撃って体力を削っていきます。でまたまた出てきたのであの艦砲撃ちます。で後ろに下がると予測して後ろらへんに撃つ。はいはいはい、めっちゃ削っています。いいですねやっぱりヤマト先輩強いっすね。これ多分前に出てきた瞬間あの艦砲をぶち当てられるので結構有利な場面ですよ。このまま待ち伏せしてもいいしね。これ多分敵後ろに下がるんじゃないかな。まあけどこのまま突っ込んでもいいですね。さて味方の空母がやってくれた。で艦砲をぶち当てて倒していく。はい、強すぎで後ろ潜水艦がいるもんで、潜水艦はちょっとグレランを撃って対処していきたいな。これ多分自分に対してヘイト向きそうだよね、この感じ。まあとりあえずグレラン撃ちましょうか。ですよね。けど見てください、この防空あの一切ミサイル通しませんヤマトの防空は一切ミサイルを通さないマンです。でまあグレラン撃って倒していく。はい、ありがとうございますっていう感じでね、あの今回はヤマトを使ってみました。いかがでしたでしょうか。はい、ってことで今回はヤマトを使ってみました。いかがでしたでしょうか。ちなみにこのヤマトなんですけど、旧ヤマトとねあのちょっと違う仕様があって、旧ヤマトはねあのその場でのあの旋回ができないんですけど、この新しいヤマトはねあのその場でのあの旋回ができるので、結構ねあの逃げやすいあの戦艦でもあるかなって思います。そして何よりもミサイルのねあの火力が高いっていうのと、あと艦砲の威力がやばいっていうのと、あとグレランが2枠あるので、まああれ自衛には全然いけるっていう感じですね。ただし潜水艦はどちらかというと苦手になるのかもしれません。であとあの自動艦砲と防空ね、あのカッチカッチなのでミサイルも航空機も容赦しないです。ってことで今回の動画は終わります。よかったらねあのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで今回の動画は終わります。バイバイ。